どうも、光マンです。ウーバーユニオン、準備会に行ってきました。<laughs> はい、ということで、今日はね、ウーバーイーツ、ユニオン、まあ、労働組合ですね、の準備会に行ってきました。<laughs> 残念。本当に俺は残念だよ。 富夫富夫お前なんだよおいなんであんな染まっちまったんだよ富夫なあお前は、もう昔のお前じゃないよ。お前のトレードマークは赤い服じゃないのかなあなんであの黒く染まった服は黒っていうか、まあ、厳密に言うとネイビーでまだ染まりきってはいないけど、まあ、ほぼ黒だよ、お前。ま 黒に染まっちまって、お前。真っ黒にお前そう真っ黒よ。なあ。それになんだあの髪型バッチバチ決めて、サイドも刈り上げて。なあ。まるあれじゃ詐欺師だぞ、お前。なあ。目もめっちゃ垂れてて、どんよりしちゃって。どうした、富夫。お前、ああいうば、だからこそ、 赤でいいはいということで、えー、準備会に行ってきまして、まあ、どういう流れかと言いますと、まあ、準備会、え着、ー、きまして、えー、まあ、用紙をね、何枚か、規約案の用紙とかいろいろと、とって、えーと、まあ、席に着きましたと。で、なんか前で、一人立ってるなっていう感じが見えて、それではね、え b ウーバーイーツユニオンのね、準備会、始めていきたいと思います。あれなんか聞いたことある、これ。あれな、聞いたことあるな。 で、パッて見た、富オおい、富オが富オおい富夫富夫司会富オが司会めっちゃ、めっちゃ服装がっちり決めて、真っ黒の服で、バッチリ髪型も決めて、詐欺師みたいな髪型して、目はもうめっちゃ垂れちゃって、おい、なんでお前司会やってんだ富ト富オ,トミオ まあ別にそこはいいんですけど、まあなんかいつも通りね、<laughs> 川上さんがね、なんかやるもんだと思ってたんで、富尾がいきなりじゃあ始めまーすみたいな感じで <laughs>、やりだしたから、めちゃくちゃびっくりして、いや、富尾やないかみたいな感じでね、えー、始まったんですけど、いやね、その、まず司会、富尾司会だったんですけど、司会進行、めちゃくちゃ良かった。うん。富尾良かったよ。うん。んで、まあそれはいいんだけど、 それはどうでもいいわ。えー、ウーバーイツユニオンね。僕がなぜ、えー、準備会に参加したかというと、ちょっとその経緯を説明しますと、まあ、一つ前の動画で、うわ、ジゴかけたみたいな、殺されかけたみたいな動画、あげたと思うんですけど、そのことで、警察に、えー、行ったわけですね。まあ、ツイッターやってる方だったら結構、あの、知ってる人多いと思うんですけど、ギルドさん。 っていう方がいて、まあ、ついてきてくれて、まあ、昔、配達員やってて、で、今も、まあ、配達員の Twitter のアカウントで色々いろいろね、やいたりとかしてるんですけど、その方がね、え、ついてきてくれて、で、いろいろね、補足説明とかだったり、そういう法律的な、僕知らない、結構僕ほとんど知らないんで、そういうこと、詳しいから、結構、そういうのアドバイスもらったり、いろいろこう、言ってくれたりをしてて、えー、新宿の警察行きまして、まあ、その結果は、まあ、他の動画で、 まあ、喋ろうと思うんですけど、まあ、ついてくれて、くれて、その流れで、まあ、警察、じゃあダメだったら、あの、ちょっとユニオンにお願いしようかな、みたいな、僕は話を。ね、したんですよ。その流れで、え、ユニオンって危ないんじゃないみたいなで。ちなみにギルドさんは結構最初の方から東京ユニオンっていう、今回、Uber Eats のユニオンをちょっと手伝ってくれるようなところがあるんですけど、その東京ユニオンちょっと怪しくないみたいな、ずっと言ってて、ちなみに今、その Uber Eats ユニオン、 っていうツイートのアカウントと、まあ最初に Uber Eats on u n、e、やりませんかって言う声かけてくれた川上さんっていう、い,いるんですけど、その方からブロック <laughs> されていまして、で、なんかあの、まあいろいろあって、なんか説明会というかにも行けない状態になってるということで、ギ術ドさんから、まあユニオン危ないんじゃないみたいな、いう理由をね、いろいろ聞いて、あ、これもし本当だったらやべえな、みたいな。ユニオンちょっとやばくね みたいな、俺思い始めて。それまでも今まで準備会とか1回ぐらい行ったことあるんですけど、まあただこう、どういう感じかなっていう感じで行っただけで、そんな深くは入り込んでなかったんですけど、まあよくよくギルドさんがちゃんと聞いたら、まあ聞いたのが本当だったら、これちょっとやばそうだなと思って、じゃあちょっと今度木曜行くので、あのー、なんか聞きたいことあったら、あのー、ちょっとまとめて渡してくれれば、まあ僕聞いてきますよ、みたいな。言って、 そういう経緯で、えー、今回行ったんですけど、ちなみにね、えー、今日どんなことを僕は聞きに行ったかと言いますと、まず1番。配達員は千葉から東京、大阪、あては博多までいると。発材の紙投票では配達員の民意は取れない。各種決済や初期長の任命はツイッター等の公平性が担保されたネット投票にしてほしいと。はい。もちろん、まっとうなこれは意見ですね。うん。 ま、初期長とかそういう役員を決めるのは、9月の次のね、集まりの時に役員とか決めるそうなんですけど、ま、それまでにツイッターとかネットで、あの、ある程度こういう人がいいんじゃないかっていうのを、あの、固めとくっていうのは全然問題ないということでした。続いて、2番。当たり前だが、ユニオン規約は事前に全ての配達員が見れるようにホームページで公開してほしい。そうでなければ配達員誰も参加できないと。 これも真っ当な意見ですね。うん。で、これは聞いてきました。これに関しては、もちろん、ホームページで全て公開すると言ってくれて、しかも、おかしいところあれば、全然、えー、誰からも意見を受け付けるということは言ってくれました。ただ、ちょっとあの、聞きそびれたか、聞き逃したか、あれなんですけど、まあ、この頃、川川由美さんが言ったんですけど、まあ、僕の DM だったりとかに言ってくれれば、みたいなことを言ってたので、え、それだったら、 ブロックされてる人はどうなのだから本当にホームページ上にまあ書き込めるようなところだったりまあメールだったりとか送れるようにしてあるのであれば全然問題ないと思うんですけどそのツイッターの DM だけはちょっとまずいと思うそれはちょっとまだわかんないところなんであれなんですけどでちなみにそのホームページもまだできてないんですよね今日聞いた段階では9割できてる知ってる人同士の中,人の中ではパスワードを入れれば あの、まあ、一応見れるような状態にはなってるみたいな、いうことだったんですけど、まだ公開にはなっていないと。だからそれいつ公開なのか、もうそれギリギリまで公開しないとかだったらもう相当問題ですし、怪しいなってなっちゃうし、早めに、できるだけ早めに。というか、この時点でホームページがないっていうこと自体が相当おかしいと思うので、なぜなら、今、ツイッターでしかこれ呼びかけてないですよね。配達員を。 で、ツイッターやってない配達員の方が多いのに、なぜツイッターだけでしか準備会だとか、ユニオンこういうのやってますとか、いうのをやらないのかなと。まあこれはホームページを作れない。まだできてないからしょうがないって言われてもそれまでなんですけど、だったら、できてからこう始めればいいじゃんっていう。だって、街でちょっとその、ユニオンのこととか、 聞いたりとかする配達員さんとかいるようで、聞いたりとかしてるみたいなんですよ。ユニオンって何ですかみたいな。大体そういう開始で。ユニオンってまず、Uber Eats いつもユニオンがあることっていうか、準備会とかそういうのを行われてること自体知らない配達員の方が多いんですね。で、ホームページとかあるんですかみたいな。いや、ないんですよ。ツイッターだけなんです。えってなるんですね。で、そこでちょっとおかしいし、まず、なんでツイッターのみのその、でしか、 告知できないような状況なのに、こんだけも進めちゃってるのっていうところ。うん、ちょっとんって思うんですけど。で、これね、弁護士さん、東京ユニオンのスタッフ、Uber Eats のユニオンだけではなくて、他のユニオンも、あの、やってるはずなのに、なぜ、なぜ Uber Eats のユニオンだけは、Twitter だけでの告知なのかと。で、普通にこの告知をしたりとか、するとなると、ホームページを作ったりとか、えー、Twitter だけじゃなくて、 えー、Facebook だったり、いろんな SNS に、えー、乗っけるべきだし、なぜ Twitter だけに絞ってやっているのか。うん。そこがすごく疑問ですし、他のユニオンも普通にやってるのであれば、絶対わかることだと思うんですけど、意図的に Twitter だけで、はい、限られた配達員だけを集める、いうやり方を意図的にしているのか、どっちに転んでもちょっと、え、やばくないみたいな。 いう状態だと思うんですね。なぜなら、だって知らないはずないし、そんなのね。ホームページ作るの当たり前だし、そういうなんか、ツイッターだけで、そういうことをしてる時点で、ほとんどの配達員は、ユニオンっていうこと自体が知らないんですよ。にもかかわらず、ツイッターだけでやってる。これは意図的にやってることなのか。意図的だったとしたらすごく悪いし、で、逆に、あの、意図的じゃなくて、何にもわからずに、まあ、言い方悪いですけど、バカで、ツイッターでしか、 やる、頭がなかったみたいな。いうことだったら、そっちもそっちで、え、こんな、そこも考えられないような人たちに任せていいのってなっちゃうし、どっちに転んでももうこの時点で、やばくない<し>あともう一つ、ツイッターブロック機能が、えー、やっぱありまして、別にその、ツイッターに許された機能だから別に誰が使ってもいいんですけど、僕はね、 使っていい人と悪い人がいると思ってるんですよ。うん。個人で、そういうなんか配達員とかやってて、この人なんか嫌いだなじゃあブロックしよう。それは全然 OK。ただ、こういう Uber Eats のユニオンっていうのをやろうってこう、まず言ってくれた、その弁護士さん、川上さんとか、あの Uber Eats ユニオンっていうアカウント、確かあると思うんですけど、そのアカウントは誰もブロックしちゃいけないと僕は思うんです。なぜならそれブロックしていいってことになると、 もうイエスマンしかいなくなくりますよね。で、現にもう何人もブロックされているわけですね。まあ理由としては、ありもしないことをこう、バーっと言われるとか、そういうことでブロックしてるんだと思うんですけど、いや、それだったら、ちゃんと説明すればいいし、なんかブロックして済む話じゃないし、逆にこっちからしたら、えなんでブロックしたのブロック え、なんか隠したいことでもあんのって思うの。だからブロックしちゃいけない人なんですよ。川上さんと、そのウーバーイーツユニオンのアカウントは。今、しかもツイッターでしかウーバーイーツユニオンに対してこう意見できる場がないのにも関わらず、ブロックしちゃってるわけでしょめちゃくちゃ怪しくないですかめちゃくちゃ怪しいなって、まあ、この現状で思っちゃうんですけど、続いて、 えー、3つ目、まあ。長くなりましたけど、えー。3つ目。京都の裁判で、供託金は16%で、えー、高すぎるとの判決が出ていますと。フーバーイーツユニオンでも供託金16%以下。それ以下は一切の金銭を求めないと明言してほしい。ということですね。供託金イコール、ユニオンの手数料、各弁護士費用も含むと。まあ、これも全うですね。なんか、 あんまちゃんと見てないんでわかんないんですけど、えー、東京ユニオン関連のことがわかんないけど、ま、あ裁判でこう、企業と戦って勝って、例えば1000万ぐらいもらえたらしい,い、もらったとしましょう。で、9割ぐらい持ってかれたみたいな、いうことがあったらしいので、だそうなっちゃうとまずいから、えー、明言してくださいみたいな、いう感じですね。まあ、これは、あの、ぶっちゃけ、え、10%って書いてあるんですよね。10%って。で、それ、こちら。 これ、ちょっと俺、全然頭悪いんで分かんないんですけど、規約案の状態の文ですね、これ。で、これをね、これ見たから、あ、10%なんだ、みたいな。10%以上は取らないっていうことですかみたいな。あ、そうですね、みたいな、いう感じで、えー、言われて。でも10%と言っても、この Uber Eats Union で裁判を起こして、お金を Uber から受け取れるみたいな、そういう裁判には、えー、ならない、と思うので、一応10%と書いといて、 ってますが、多分ほとんどそういうお金がもらえるということはないと思いますみたいないう感じで言われました。まあ確かに、まあ確かにまあそう、アプリの問題とかまあ全然別にお金発生するようなことじゃないし、まあするとしたらうーん保険とかそういう事故った時のことですね。それとあと月々にあのー、その東京ユニオンさんになんか払うお金とかそういうのは。 あるんですかみたいな。え、ということを聞いたんですが、あ、もうそれは一切ないです。っていうことを言われました。だからその、月々に払う、会費500円は、あの、配達員がそういう、どういうその時に使うのかわかんないけど、配達員、もし配達員さんが、まあ、事故をして、働けなくなってる間に、少しそ、そ、この五百みんなで集めて500円から、こう、出していくみたいな。 いう感じで使ったりとか、まあ、あんえー、例ですけどね、いうことを言ってました。まあ、それはいいでしょう。とりあえず聞いたのはその、それですね。あと、え b ウーバーイッツジャパンに対して裁判を起こすってなった時に、あの、会社自体はオランダにあるみたいな、えー、ことを聞いて、他国にはその裁判できないみたいな、いうのをちらっとね。 で、そこら辺も頭良くないんで、ちらっと聞いた、聞いたんで、それのことも聞いてみたんですよ。そこは、ま、ちゃんと、Uber Eats Japan に対して、えー、裁判という形でできる、そうなので、ちょ,ちょっとわかんないですけど、なんか言われました、そうやって。だ、大丈夫ですよ、みたいな。まあ、聞いたのはこんな感じですかね。で、このね、気や、うんと、このお金の部分ね、組合費は1ヶ月500円ですよ。 加入するときには2ヶ月分一気に納めるみたいな。まあこれ案ですけど、まだ案っていう、えー、2番。大会で必要と認められたときは臨時に組合費を徴収することができる。これがちょっとわからない。読む人が読んだら、え、ちょっとあれやばくねみたいになるところかもしれない。で3番。組合員は事故の権利に関わる団体交渉。労働争議を経て。えー、なんて。 相手方、使用者側か、えー、使用者側から、解決金、和解金、未払い賃金、慰謝料などが払われた場合には、えー、まあ、これ要は、Uber e イーツに、えー、全然金が振り込まれてねえぞ、みたいな。低く振り込まれてるぞ、みたいな。いう感じで、裁判した時に、Uber 側からあ、すいませんでした、みたいな。10万円例えもらったとしたら、組合活動等に順当するために、 組合闘争基金宛てに10%相当額を納入しなければならない。相当額、曖昧ですよね、これ、ね、わかんないですけど、こう書くの。だからこれが要は、すいません、シャーってウーバーから慰謝料をもらったときに、その10%、10万円の10%、1万円は、えー、その東京ユニオン側に納入と。まあ、ありがとうございますっていう感じで、ことですかね。わかんない。 多分そうなんですけど。で、あのー、まあちょっとね、他の配達員さんとちょっと話した時に、お金のところ、この3つだけってびっくりされて、もっといろいろ書く、書かなくちゃいけないところいっぱいあるでしょみたいな。で、この1、2、3だけで、これで行くつもりみたいな。言われて、あ、確かに。確かに。って。確かにと思ってる時点で、もう、やばいと思うんだけど。てか、うん。 やばいっていうかね、まあ、僕はさっきその10%の話、えっ、ー、と16、16%以上、軽くいろいろね、お金のことも、えー、質問したけども、僕以外、一切、そう、ここのお金の部分で質問した人いないですからね。今日の準備会行った人で。そこがちょっと、やばくねって思うんだけど、ま、あかろうじて、この、組合費、 月500円ちょっと高くないっていう、っていう意見の人はいたけど、それ以外になんかこの団体交渉権とか解決金もらえた時にいくら東京に用にいらなくちゃいけないみたいな、そういうなんかところ例えば、団体交渉だから、まあぜ、いろんな配達員、組合に入ってる配達員、みんなでこうわーってやって、ウーバーに対してわーってやって、で、100万円、ウーバーからすいませんでした、っつって、そういうかなんかやっちゃってすいませんでしたってこうなって100円もらった時に、その時は、 どう、分配どうするのみたいな、そういうことも一切書いてないし、だからこの3、3つだけなのかいってこう、なっちゃってるんですね。で、なっちゃってるし、あのー、今日、準備会に行った配達員から、この、まあ、規約をずっと読み、あのー、読んでいってくれてて、その、 東京ユニオンの方の人たちがね、読んでいってる時に、なんか何か何かあれば質問随時受け付けますみたいな、言ってにもかかわらず、ずーっとスルーす。誰も何も、た、3つだけでいいのみたいな、いう意見も何にもなく、ずーってこう、ただ500円ちょっと高くないみたいな。それだけ。え、それ、みんなちょっといいんですか、それ。だからも多分ね、多分毎回、その準備会とか、こういう集会に来てる人たちって、そこら辺、 考えてるんですかね。一番そこが重要っていうか、お金の問題で。だって500円さ、徴収、僕らたちからして、なんか適当になんか、東京ユニオンの方に流れちゃったりとか、絶対嫌じゃないですか、そんなの。だそこはさ、一番そこじゃないですか。でも、これそこが3、三つしか書いてないそこが3つしか。これ絶対なんかやばくないみたいな。あの、もっと聞い、あの、こここう、どうこういう時どうなんですかみたいな、うん、聞いてる人は一人もいなかったんで、 そこにもびっくりしたし。まあ、びっくりはしたけど、まあまあまあ、えっと、一応でもね、ホームページで公開する、規約を全部公開すると言っていたので、できるだけ早くホームページで規約を公開して、え、いろんな人からの意見、ここ、こうおかしいんじゃない,みたいなここ、ちょっともうこうしろよ、みたいな。いうのをどん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 ね、できれば、え、全員が見えるように意見をね、 言って、その返しとか、そういうのも透明化してやっていければいいかなと思います。絶対に DM 送るだけっていう選択肢だけしかないだったら相当怪しいと思います。だからそこはちょっとね、見物だなという感じなんですけど、まあでも、ホームページで意見できるようにしてくれると思いますけどね。ただそのホームページでちゃんと意見をこうね、えー、言えるような感じにできていれば、どんどん良くなっていくと思うので、 で、あと、ま、役員か。な、なんかね、役員あったね。役員、だいたいこういう感じでーす、みたいな。はい。と、執行委員長1名。副執行委員長1名以上。初期長1名。会計1名。執行委員5名以上。会計監査2名。特にそんな、組合、だから上下関係は、これ、 執行委員長だから偉いとかそういうのではない。野球部のキャプテンとかそういう感じですみたいな言ってたけど。なんか初期長が一番なんか仕事するところらしいですね。会計監査。え執行機関と独立して本、組合の会計業務を監査し、定期大会において報告すると。まあ、定期大会っていうのはまあ月1回は集まってなんか、あこういうことをなんか喋り合うみたいな感じのところですかね。そこで、えー、ちゃんと、えー、お金をね。 えー、僕たちお金はちゃんと使われていったのかとか、なんかあん変な使い方されてなかったとか、えー、そういうことを発表するみたいな感じですかね。できんのかな関係ない人、ここ、ここにギルドさん置けばいいんじゃないですか会計監査に。絶対なんか、ちょっとでもなんか、やべえなやつだったらめっちゃ言って、言ってきそうで、一番いいと思うけどね。独立してなくちゃいけないからね、なんか難しいけどね、どうですかねどう思います僕はね、 ぶっちゃけちょっと、まあ、さっき言った通り、どっちに転んでもやばくねっていう感じになってるんで、今。他のユニオン、いろいろ携わってるにもかかわらず、Uber Eats だけ、なんでツイッターだけで、ホームページも作らずにツイッターだけでなんか、 あの、どんどん進めていっちゃってんのみたいな。で、それを、意図的にそれ、ツイッターだけでこう、小さいコミュニティでこう、どん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 こう、進めていってるんだとしたら、それはすごく悪いし、逆に、そういう、そういうなんかネットの知識がいます。今時ですよ。今時そんなネットの知識もなくて、あの、ホームページ作ってからとか、あの、いろんな SNS でやった方がいいのに、そういうのも知らずに、ツイッターだけでこう、進めていこう、みたいな感じ、バカみたいな、 いうのた、だったらもうバカだし、そんな人たちに関わってもらっていいんですかどっちに転んでもちょっと今やばい状態じゃないですかっていう、思いますね。どうなんですかね実際、まあ、あの、もうぶっちゃけ入らなければいいだけなんでね。ぶっちゃけ。なんか怪しいなってどんどん、これから、これから多分、これからですよ。まだわかんない。まだだってまだ言い逃れできる、言い訳できる状態だからね。 うん、ホームページもだって、だって今回ホームページもさ、作らないで行こうとしてたからね。行こうとしてたっていうか、たまたまその、あホームページできます、みたいな。ホームページ作れますっていう人が、たまたまボランティアでいて、じゃあやってくれますみたいな、いう人がいたから、ホームページ今、できようとしてるけど、まだ8割だけどね。だからそれ、その人いなかったら、え、やば、もっとやばくないみたいな。でもそのホームページの問題も、普通に依頼、ちゃんとつくホームページとか作れる人、 で、そういう仕事してる人とかだったら、普通に安くても10万とか、そのぐらいはかかる、えー、ことを、本当にボランティアでやってくれてるんだなって。どっちなんだかわかんないけど、本当にボランティアでやってくれてるんだったらめっちゃいい人だなって思うんですけど。で、しかも、これその、Uber Eats の、あの、仕事ってアプリ、どんどんアップデートしていって、3ヶ月後にはもう全然なんか、仕様変わってるみたいな、 いうことも全然あるし、だから、あと、ホームページのね、更新もどん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 しなくちゃいけないと。そういうのも、え、そういうのは誰がやるのみたいな。そのホームページ作ってくれる人がずっとやってくれるのみたいな。そこにはお金発生しないのみたいな。そこら辺も全然わかんないし、うーん。まあでもこれからですよね。一応そのままあ、ホームページで規約を公開して意見を言える。 っていう状態にすると言っていたので、うん、それ、これさえでも、これ結構でかいと思うんですよ。これさえあできてれば、まあいろんな悪いとこがあったらもうどんどん変えていけるし、これで良くなれば全然いいと思うし、こっからですね、こっから。うん。今までやっぱり、なんかちょっと、Uber Union 信用できねえなみたいな。実際、その、i t t e r のアンケートで、あの、e r Eats Union 信用できますかみたいな。 アンケート。できる、できないで。できないが9割ぐらいだったのね。で、しかも、表数も何百とか入ってる。確か。うん、そのぐらい入ってて。それで9割。うーん、そうな、まあ、そうか。ってうーん。やっぱりその、ツイッターだけでこう進めていっちゃうあたりとか、まあ、いろいろ、普通の大人が考えたら、え、おかしくない、おかしくない、おかしくない、ここもおかしくない、みたいな状態だと思うんで。うーん、だからね、規約をね。 えー、どんどん、いいこ、いい、いい状態に変えていって。まあ、それもね、そう、それで9月に、9月の第1木曜日にまた集まりがあって、そこで、規約大体、もうすぐホームページに公開して、で、それで、その1ヶ月ぐらいで、あの、ある程度こう、規約をまとめて、役員とかも、ある程度こう、誰がやるかっていうのを、固めた上で、9月の第1木曜日にまた集まって、え、じゃあこれで、えー、OK ですかっていう最終確認みたいなことをして、 で、その来月、えー、10月の第1木曜日に、ウーバーイーツユニオンスタートみたいな、いう感じなんで、規約をちょっと練るのが、もうちょっと、あと1ヶ月あってもいいかなって思うんですけど。ま、あでもまだ、その、決まっ、本当にそうやるっていう決まってはないんで、別にあの、うまくいってない、まだ改善点、いろいろあるってなったら、全然長引くだろうし、だからもうちょっとね、アページできてからスタートっていうか、 できてから準備がスタートっていう感じですかねなのでちょっと急ぎすぎてるなっていう、謎に急ぎすぎてるところがちょっとね、えー、不安ではありますが、今後の、えー、流れを見守っていきたいと思います。以上。もうないかな富みお前染まっちまったよ。富みなあ、黒く真っ黒に染ま